画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。ラストイヤーズナイトメア。学園版デッドバイデイライトとも言われておりますけども、今回ベルタワー。ベル。来たね、これね。今回のね、ラストイヤーはね、昔のディスコードとは違って、かなり全体的に、ゲームシステムを変えて、再リリースとなった。まあ、チャプター1、アフターダークと。でキャラクターのスキンとかはもちろんあるんですけども、その能力、みたいなのも実は、こう、ブラッドウェブ、デッドバイデイライトでいうブラッドウェブみたいなのを回して、アドオンを装着して、まあ、その、使うと。まさにアドオンに近い感じですね。まあ、アイテム、アドオンとかに近い感じで、そのブラッドウェブで入手したものを使うみたいな感覚でございます。まあ、今回使っていくキャラクターは、学園のマドンナ。金髪美女。ただの金髪美女じゃないぞ。まあ、ホラー映画で金髪美女がね、だいたいパリピ感で出てくると、魔法丸出しで殺されていくんですが、今回はそういうわけにはいきません。で、ここでクラス選ぶんですよね。ツールボックスかな。テクニシャンというクラスでいきましょう。これは、実はですね、地面に、ミニターレットを置いて、そこから、キラーに対して常に、ピュッ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 こう、銃の弾を出すっていうね。で、さらにこういった穴を塞ぐ、ドアを塞ぐことによって、キラーがジャンプして、こう、高速移動して通過できないようにするっていうね、これは特性があるんですね。なので結構重要なんです、実は。わっ、パンチ。こんなやつは全部パンチ。よし。何作るか。よし。ちょっとクレーマー作ります。あ、すまん、後ろ。クレーマーをこれ作ることによって、これ設置型の爆弾で、まあ、かなり殺人鬼にダメージを与えられることができるんですよね。いただきます。ちょっと封印しておきましょうか。で、ここをね、通過していくと。最初の殺人鬼誰かな ?3 体選んでるはずなんで、キラー側も。降りる。これね、集団構図大事。で、雲が来るから、ここ、ちょっとタレットで援護しておきましょう。おお、いっぱいある、いっぱいある。ありがたい、ありがたい。ありがたい、ありがたい。いいね、いいね。これで。あそこにもあるけど。あ、それ、まずいね。うん。で、ライト持ってる人が、ああやって、赤くなった時に、あ、後ろから雲来てるぞ。私のタレットがダメージ与えてますね。HP 減ってきてる。こういうのが重要。はい、タレット。こうやってね、タレットで、ちょこ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 ね、減らしていくっていうの重要なんですね。結構減ってってるでしょ。まあ、半分は減っていってないですけども、うわぁまずまずまず。今回、そして、アイテム持ってきたのは、Q と E ボタンに装着してます。Q ボタンは、クラフトスピードをべちゃんこ速くする。あ、危ない!やだ!危ない危ない危ない。これ、雲って倒した時に破裂して酸を撒き散らかすからね。Q ボタンを押すと、そのスペルが使えて、この1回でなくなるわけじゃないんですけども、このステージ中は何回も使えるんですが、クラフトスピードが上がると。右の E ボタンはね、なんか体力ブーストみたいな感じだったかな。ちょっと私もまだ英文でね、ちゃんと把握はできていないんですが。ちょっといただきますよ。いいね。そこのなんか丸っこい円あったでしょ。あそこにね、殺人鬼が、一撃キルしてきたりするんで、本来は入らない方がいいですね。ただ、どの殺人鬼の、一撃キルかがわかんないので、殺人鬼の姿が見えないときは、よいしょ。これ見てください。高速で作りましたけども、火炎放射、うわ危ない。燃やすことによって、継続型のダメージを与えることができます。味方に当てたくなる。よし、オッケー。小出しにしていって、こういう感じでね、体力を削って、あ、助けてあげて。大丈夫か?オッケー。あ、ナイス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 。
こういうふうにみんなでね、協力して一丸となって殺人。あ、誰かクレーマーはここに落としてるよ。あ、私のかこれ。でも誰か取ってくんないかなこれ。2個アイテム作れないんですよ。2個目作ると1個目落とすんで、あれ誰か取ってくんないかな。あれを設置してガンガン、ちょっと後で、いや大丈夫、来れてる、拾ってくれたかな上の人。みんなそれぞれ武器持ってたりするのに、ね、あ、取ってくれてますね、よかったよかった。あれをどっかで使っていってくれ。この今ね、E ボタンを私使ったんですが、これがね、この間中多分体力がちょっと強化されんじゃないかなと思うんだけど、ちょっとその辺ね、わかりません。タレットと越えておくぞ。クーマが来ている。で、私テクニシャンなんで、こういうところを封をしていくっていうのが、ね、大事。殺人鬼来るかもしれないから、殺人鬼ね、ここ開けるの大変なんですね。なんか来てない、大丈夫、そこいるのまずいと思うな。大丈夫かな、怖えな、そこのトラップ怖えな。どっちから来るんだろうこれ。とりあえず行きましょうか。こうやって一丸となるのが大事なんだけど、意外とまとまらないんですよ、野良でやってると。これが大変なのよね。よしよしよし、シンガリア任せろ。さてこの先はどこに繋がってる。今ねアイテムで焼き、あ、この赤いのがあの殺人鬼の足跡です。いるなこれ、ここに罠が設置されてます。封してやる。ちょっと待って、来た、うわ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 、私のタレットもダメージ与えてくれてるみたいです。これありがたい。体力状況 OK、 破裂するぞ。体力奪われるよ。ああ、ほら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 、2人こっちに来て。おお、立ち上がった、自ら立ち上がった。やるじゃねえか、さすが根性で、根性でこのゲーム、根性でこのゲームというか、こう生き抜いているだけある、この学園を。で、次あそこにあるガスボンベを取ってきます。このガスボンベをまた使ってやらなきゃいけないことがあるんですね。で、これはデストロイズキーって書いてあるんですけども、鍵を壊してその先に行かないといけないんですよね。私運んでいきます。ただし体力が18なので、誰かカバーしてくれ私のこと。お、いいじゃないか、いいね。うん、黄色のとこには一応行かないとこ、怖いから。何があるか分かんないからな、その縁は。これ多分あれだったね。いるな、ちょっとここに垂れておきます。こう言って、それでなんとかしのいでくれ。別の人が拾ったか。 OKOKOK。 この先に青いとこあるでしょ。あ、地下かこれ。この地下の青いところに行って、このガスを使って、焼き切るというのをやらなくちゃいけないんですね。よし、ここ封しておく。キラーが来たりする、これも。ありがとう。あ、これがね、メディックの役目ですね。私の体力をちょっとだけ、気持ち28。あ、来てる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 。ここ焼き切ったんで、あとはベルタワーに行かないといけないです。おお、体力回復、Thank you。来てるぞ。小野おじさん来てるぞ。ちょっとなんかないか。ちょっと自分でアドレナリン作りましょうか。アドレナリンっていうか、このピル、鎮痛剤。よいしょ、飲むぜ。これは徐々に体力上がっていくんですよ。待て、今すぐ。あれ、タレット置いといた。よみがえらせる。危ねえ、一撃キルされるとこだった。倒れてる生存者には、一撃でメメントできるんで、なるべくその前に復活させてあげるっていうのが重要なんですよね。私のか。OKOK。違う、私のじゃないね。使い切ったもん、ね、よし、やっていきましょう。いや、いい感じでカバーできてるね。この下水を抜けた先で、ベルタワーにみんなで向かいたいので、こういう時にね、ほら後ろに残されてる人いるでしょ。なんかクラフトしたりなんだりしてて、手
手間取ってる人を、ああ前から雲来てるな。で、視点がないところに殺人鬼ってワープできるんで、こうやって後ろをしんがり務めながら後ろからこう取られないように、体を晒してあげるっていうのも重要なんですよね。逆から行く、もうなんか張られてるね、前面の方向。どうしようかこれ、一人残ってるけど行っちゃう。そっち、あれ止まってる、怖いな。ああそっちから来てんのか今度。だったら今もう上がっちゃった方がいいかもしれませんね。行きましょう行きましょう行きましょう。あ、いいね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 。罠にかかって、罠にかかってるね。よいしょ、ここに置いときます。タレット来そう、ここら辺に。うわ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 、来た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 。私のタレットも役立ってくる。この野郎、タレットガンガンいってくれ。パンチもするぞ、蘇らせる、破裂するぞ。やぶねえな、みんな緑の血だらけになってるじゃないか。イエーイ、楽しいね。さてスクラップを集めて強力な武器をまた作りたい。やっぱできたら火炎放射器欲しいね。お、上にもあるぞ。ああ現実的数字になってきた。火炎放射器が24スクラップでできるんで、あと3ですね。その黄色いとこ大丈夫、どうかな。あ、24になった。ちょっとこれ隙見て作りましょうか。ちょっとまずこれを使って、スペルを使ってから、この速さです。来た来た来た、どこ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 、助ける助ける、回しとけ回しとけ。オッケー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 、燃えた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 。多分炎フレンドリーファイアないはずなんだよな。危ない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 。オッケー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 、雲も雲もやっとく。いや、やったな。おい、でこのベルタバーの上まで行ってから、まあ、あ、いいねいいね。歯車をはめて、このタワーを起動させ、はしごをかけて脱出するっていう感じなんだよね。こういうスラッシャーホラーでティーンエイジが頑張るのを見ると、なんていうか、やっぱスクリームとか思い出すね、映画のね。ぜひ面白いんで見てほしい、スクリームね。もぐ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 、閉じとくか一応。え、雲来てる雲来てる、マジか。いや回復しといてよかった。誰か解放したっけ、私かこれ、私のだ。上行きましょうか。もうここにもあるじゃん、いいねいいね。多分ね、雲下から来ると思うね、どう考えても。あ、オープンゲート、これで、上の方に行ってゲートを開けなくちゃいけなくって、うわーっと、この野郎、燃やしとこう燃やしとこう。どこ行った、この上にね、回すとこあるんですよね。ここ穴開いて大丈夫か、ちょっとタレット置いとこう。危険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 、よし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 、危ねえぜ。上行きましょうか。うわ燃やすぜ、弾けましたね。一瞬で弾けたな、あの毒蜘蛛よ。おお、毒蜘蛛よ。さあ、もうこれ回しちゃいましょうか。で、下の方にね、これ2階か3階か下の方に行かないといけなくって。これ回復しとこうかな、これ。68だけども。もぎ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 。おいしいね。あれ？回しきれなかった？え、大丈夫か？え、もう回し切っていいんじゃないの？どうしたどうした？寸止め？やばくない？寸止めは。ここで。オッケー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 。うわ、来てる来てる！きついきついきつい。ここ落ちるしかないぞ。
気をつけろみんな。うわ、危ない危ねえ。1人処刑されたかもしれないですね。ただ44秒、あと40秒しかない。急げ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 。やばいか、前のやつちょっと変わってんのかもしれないな、これ。うわ、嘘でしょ嘘でしょ、ここでトラバサミ昔はこれ自分じゃ脱出することできなかったんですが、今回からいけます。みんな私が罠かかったのはさておき、いけるかこれ。うわ、結構向こう、やばい、10秒しかない。いや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 、先回りしてる先回りしてる。うわ、まずいまずい、5秒しかない。うわ、うわ、あっ、ゴールやっぱかギリギリすぎるんだけど、なんなんあれ、ダメかと思った。最後あ目の前で温度ブワーン振りかぶった時もうダメかと思いましたけど、謎の当たり判定で当たらず当たらずっていうねいや本当に、まあ、そんなこんなでね、無事脱出できたので、よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さんの良きゲームライフの方になっております。メルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。